トンコウ市、トンコウ市、トンコウ、トンファン市は、中国甘粛省北西部の都市、主戦市の管轄下の研究史である。かつて、シルクロードの分岐点として栄えた和室シス都市であり、近隣にある、バッコウクツとそこから出たトンコウ文書で有名である。歴史的なトンコウは、現在のトンコ氏ウ市と、売り集計を合わせた領域にほぼ重なる。製造工芸の北園。 火星騒動の生誕にあり、古くから中国と西域との出入り口として使われる。西には、タリム盆地が広がり、北には、河壁ど、ゴビ平原、南は、キレン山脈とタイダム盆地を望む。年平均気温摂氏9度、降水量 39mm。作物は主に綿花、小麦、トウモロコシ、果物など。約 250km 東に、極門。 三百キロメートル北に、新疆をウイグル自治区のクムルハミが位置している。昔の関所として、西北約八十キロメートルのところにあるのが、玉門関、南西約七十キロメートルのところにあるのが、洋館。洋館は、大井の東市、総元西安西でも有名。この市は、友人の災域、安在、玄屈茶あたり派遣に際し、大井が、関陽、玄西安北西部で、 友人もと元によ見送る際に綴ったとされている。最後の行が有名で、西で洋館無個人、洋館から西へ出れば、もう知る人もないんだからと言い、酒を飲み交わした。トンの名前は、五館の学者王将によると、大いにして盛んということだが、実際には、紀元前からこの地を支配していた、月始の言葉の音訳であるようだ。紀元前2世紀前半に、京都に、 牧突前雨が立ち、月子を攻めてこの地は、郷土の支配下に入る。牧突の時代には郷土に押され気味であった、前寛だったが、武帝の代になって西域に対して、積極的に遠征を行う、この地に、遁光軍を設置した。遁光軍の設置年代についてはかつては、紀元前111年と言われていたが、紀元前92年頃の李光利将軍の大縁。 フェルガナ遠征の際に設置されたとする説が有力、とっている。その後、火星回廊、現在の甘宿省を菅が制圧すると、敦港の西に防御拠点の玉門関と洋館が設置され、菅の最域経営の中心地となり、西方からの菅欠ドウゴマなどの産物や仏教がこの地通って、菅に運ばれ、菅からは絹が西方へと運ばれた。菅にとっての経済、 軍事における重要な拠点となり、豊かな土地と防衛拠点としての使命から厳しい政治を避けるということがあり、税も物価も安く、住民は平和と豊かさを楽しんでいた。この頃の人口が3万8千ほどという記録があり、現在の3分の1ほどだが、中国の全人口が現在の20分の1以下、中、現在の中華人民共和国の量は全館より、 かなり広いの6000万ほどであるから、この頃の敦行がいかに栄えていたかがわかる。ただしこの地の住民は、艦政府により送り込まれた、旧白農民や、犯罪者であった。そして、敦行の住民が、艦の中心地へと帰ることは禁じられていた。その後の五湖十六国時代には、中央から自立した勢量がこの地に首都を置いた。これ以後は、す現在の ウリ州、現在の頓光市と呼ばれる。西梁は北魏によって滅ぼされ、北魏においても西域に対する拠点として、重要さは変わらなかった。疑神南北朝時代は、仏教が中国に布教した時代でもあり、この地では、軸法護などの僧が西方よりやってくる教典のわけに、励み、布教に大きく貢献した。また六十六年から僧楽尊楽尊は、人弁に、 二ことによって、罰坑窟の屈作が始まっている。五個十六国時代から遁坑は、上司、作司、礼狐司、藩司、宗司という五家の名族によって、実質的に支配されており、名族社会を形成していた。当代にも引き続き、西域への玄関口として重要であった。しかし安氏の乱により、党政府の統制力が弱まり、この地は七百八十一年に、 トバンの信仰を受けて、786年以後70年間は、トバンの支配下に入った。マハーヤーナがトバンへ禅を伝えたが、カマラシーラ、レンゲカイトのサムイエーデラの就論に敗れ、中国仏教は追放された。トバンが党と対立すると、トバンの支配下では、交易が行われず、経済の動脈を断たれたトンコウは一気に衰退した。851年。 漢人の長義事業が一番に反乱を起こしてこの地に独立し、党に基準して、義軍節度使に任じられた。この頃には党政府の権威はさらに衰えており、実質的には独立勢力である。長義使用勢力の下で交易は再開されたが、かつての政教ぶりからすれば、比べ物にならないほど衰えていた。長氏の後は、宗氏が義軍の勢力を引き継いだ。 北総大に入り、タングートが力をつけて、聖火を立てて、1036年にこの地を占領した。遁光文書が、抜工靴の耳靴の中に放り込まれ、入り口を塗り込められたのはこの時代と考えられている。1227年に、モンゴル帝国が聖火を滅ぼし、引き続いて、元の支配下に入る。しかしこの頃になると、中国と西方を結ぶルートが、シルクロードから、 南方の海の道へと移行し始め、この地の価値は下落し、錆びれた町へとなっていく。その後、長らく忘れ去られた町となり、抜工靴も見向きもされていなかった。しかし1900年、この地にいた同士、応援録が偶然に、抜工靴中の第十六靴の壁の中に隠されていた耳靴、第一靴、後に、増教堂と、命名から大量の文献を発見した。 この報告を受けた地方官と応援は学術的見識を許さず、この文書はしばらくの間は放置された。1907年にその噂を聞きつけてやってきたイギリスのオーレル・スタインが応援から数千点の文書、絵画を買い込んでイギリスへと持ち帰った。翌年にフランスのポール・ペリオが同じように約3分の1に相当する文献をフランスへ。 持ち帰った。これらが大英博物館とフランス国立図書館に贈され、研究者の間で、トンコーの名が広く知られるようになった。海外流出を知った、清政府は、学部を発して、北京へと文書を移動させた。移動中に、現地収集家の手に流れ、一部が民間流出したが、これらトンコー文書北京京視図書館で保管されている。後に入った各国の探検隊は、 ロシア、1909から1910年、ドイツ、1914から1915年、日本の大谷探検隊、西本願寺の大屋洪水によって派遣された、アメリカ合衆国の探検隊が少量であるが、入手して研究を進めた。これら遁光文献の発見が、後の遁光学への契機となった。 国交靴も中華人民共和国が成立すると保護を受けられるようになり、1987年に世界遺産に登録され、観光名所として栄えている。航空鉄道道路を楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。